たの御手で心清めてください。あなたのためにこの身を御前に捧げます。そうです、新しい人生はあなただけのもの。主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は変えられた。マスターピース、あなたの目で闇を見させてください。私の足を父の御胸へと行かせてください。そうです、新しい人生はあなただけのもの。主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は変えられた。マスターピース、主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は変えられた。マスターピース、夢と希望はあなたから来る、私の心は満たされてるから、全てをあなたに委ねます。私は主イエスのマスターピース、主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は新しい。マスターピース、主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は新しい。マスターピース、主の手私を変える、主の血は私を癒す、壊れた私の人生は新しい。マスターピース、キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。鳩ヶ谷福音自由教会牧師の大島重則です。今週は新約聖書ルカ6章の平地の説教と呼ばれる箇所のお話をしたいと思います。説教と言ってもお説教ではなく、イエス様の怒った話ではありません。平地、平たいところと呼ばれるこの場所にイエス様の教えを聞きに来た人たちがたくさんいました。病気の人、汚れた霊に悩まされている人も集まってきていました。そして群衆の誰もが何とかしてイエス様に触ろうとしていたのです。触ろうとした理由は、大きな力がイエスから出て癒したからだと聖書に記されています。私たちが神様の存在を求める時とは、難しいことを聞きたい時ではないと思います。神という大いなる力に触れたいという気持ちがあるのだと思います。病気になって手術まで精一杯の準備をしてきた。あとできることは、
人間をはるかに超えた大きな力に頼りたいと思う。この時のイエスに触りたいという思いは、温度感が欲しいという思いもあったでしょう。神様の温かさとも言えるでしょうか。孤独に生きている、どんな理念や理屈よりも慰めに満ちた温かいぬくもりが人の力になるということがあります。私もお腹が痛い時、母が手を当ててくれたぬくもりが痛みを和らげてくれたことを思い出します。ここに集まってきた人たちは病気でした。彼らはなぜ自分なんだろうか、あるいはこの病気のせいで自分が死んだならばどうなるんだろうかという恐怖も募ってきたでしょう。眠れない夜を過ごし、不安な時を過ごす時に、私たちは何かに触れたいという思いを持ちます。自分のそばに寄ってきてくれるペットの存在は、何を言うでもなくそばに寄ってきて膝の上に乗ってくれる時、温かいぬくもりがあり、確かに慰めがあります。聖書の示す神はイエス・キリストに表された人間となってくださり、触ろうと思うならば触ることができたぬくもりのある神でした。イエス様の手のぬくもりを、イエス様の眼差しの優しさを想像するときに、私もイエス様に触れたいと願う者の一人であることを自分で思います。今日神様を求めるとき、心にぬくもりを覚えることができます。祈るとき、私はあなたと共にいる、そんな神様の思いが伝わってきます。今週は一緒に、貧しい人は幸いと語られたイエス様の言葉に耳を傾けていきたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。今週は新約聖書ルカ6章でイエス様の平地の説教と呼ばれる箇所のお話です。ここにはイエス様に触れたいと願っている病気の人たちがいました。するとその人たちを見つめてイエス様は、貧しいものは幸いですと話し出されました。幸いという言葉はマカリオスというギリシャ語です。いわゆるハッピーというような、明るく楽しくて幸せというよりも、ゴッドブレスユーと言われる場合の、神様からいただける祝福の幸せです。しかし問題はここで、イエス様が貧しいものが幸せだと言われたことです。さらに飢えているものも幸せだとも言われました。さらに泣いているものも幸せ。貧しさと同様、お腹が減っていることも涙を流すことも到底幸せとは言い難い状況ではないでしょうか。困難や心がぐらぐらと揺らぎっぱなしの状況、ここには明らかに言葉の矛盾があります。しかしここでイエス様に触れてほしいと思う人たちの中に、イエス様は信仰を見ておられました。貧しいとは文字通りの貧困ではなく、欠落しているという意味の言葉です。イエス様に出会ったことのゆえに、ああ自分は本物を知らなかった、自分の人生には欠落している何かがあると分かった、そしてキリストを求める貧しさ、本物を求める貧しさが自分にあると気がついていく。この自分に決定的に欠落している神様との関係を求める飢え渇いている人は幸いなのだと言われました。自分自身の信仰の貧しさを自覚している人の幸いを言われたのです。イエス様は神に触ろうと、キリストのそばに出てくる信仰の姿を見つめておられたのです。イエス・キリストを信じ従おうとするならば、当時の権力者を、宗教的な実力者を敵に回すことにもなります。あるいは自分の生活を投げ捨てて、キリストに従った十二弟子たちのことを思われてイエス様は語られました。この場所には神を求め、イエスを求めようとする信仰の貧しさ、上キリストを求めることの涙が流されていました。そしてそれは不幸なことでは決してない。神を本気で求める者に注がれる神からの祝福がここに満ちていると彼らに言ってくださったのです。私たちも同じく真剣に神を求める一週間を過ごしたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。鳩ヶ谷福音自由教会牧師の大島重則です。
今週はルカ福音書6章でイエス様がなされた平地の説教と呼ばれる箇所を一緒に学んでいます。神の前で自分の信仰の貧しさを知っている人は幸いだとイエス様は言われました。太宰治はこの箇所を一節読んでは立ち止まり、また一節読んでは立ち止まり、なかなか前に進むことはできなかったと言います。それほど深遠な教えであり、また驚く生き方が記されています。私の母は京都の福知山というど田舎の長男の嫁として嫁いできました。何代も続く大島家の長男の嫁がどうして教会なんか行っているんだと批判されているのを目の当たりにしました。子供ながらに母が教会に行くのをやめたら丸く収まるのにと思ったこともありました。しかしイエス様を捨てて丸く収まる関係など母にとって幸せではなかったのです。神様からしか得ることのできない慰め、ぬくもり、心の平安が母の心を支えていました。どれだけ自分に悪く言う親戚、小銃とかいたとしても母は教会に通い続けたのです。私が学生の頃聞いたことがありました。お母さんよく信仰を捨てなかったよね。しかし母は私には神様しかなかったからなと言いました。それはカルト的に逃げられない縛られていたからでは決してありません。小学校の教員として働く上でも、子供たちを愛し子育てをしていく上でも、母にとってはこの神様と共に生きることが決定的な意味を持っていたからです。そして今朝、イエス様は私たちに問われます。あなたは今自分の貧しさを認められますか。自分の魂が本当はカラカラに乾いていることを認めますか。自分が疲れ果て傷ついていることを認めることができるでしょうか。ここを認めることができるとき、私たちは本当に自分に必要なものを得ることができると、イエス様はそうおっしゃいます。そして、もし自分の貧しさ、自分の飢え渇き、自分の涙を認められなくなっているのならば、本当の意味で幸せになる道のりを歩くことができなくなるのだとおっしゃいます。私たちは今日、神様を真剣に求める、心の貧しさを求め、神と共に生きる幸せを歩んでいきたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。今週はイエス様がなされた平地の説教と呼ばれる箇所を一緒に学んでいます。神様の前で自分の信仰の貧しさを知っている人は幸いだとイエス様がおっしゃいました。さらにここでは不幸なものについても記されています。ではどんな人が不幸な人なのでしょうか。ここにあるのは富んでいる人、食べ飽いている人、笑っている人、褒められている人とあります。ここに笑いがありますが、笑ってはいけないのかというとそうではなく、ここの笑いは皮肉に満ちた笑いです。所詮神様なんか求めてもひとときの気休めだと、人を蔑む嫌な笑いのことです。褒められるとは自分を大きく見せて人から得る報いのことです。つまり神様など求めなくても生きていけると思って満ち足りている人間の不幸が語られているのです。その不幸を歩んでいる人はやがて飢えるようになる、やがて悲しみ泣くようになると記されています。このやがてはいつのことでしょうか。やがての日、つまり人生を終える終わりの日を聖書は語ります。人が人生を終える時に人は神の前に立つのです。これはどうしようもない厳然な事実です。今までの人生でどれだけお金を貯めたとしても、人から褒められたとしても、地上で栄誉を受けたとしても、老後の貯蓄が十分に貯められたとしても、やがての死んだ後の保証にはならないのです。そしてこのやがては永遠に続く始まりのやがてです。地上の人生のようにあっという間に終わる短さではありません。そこで飢えるようになる、悲しみ泣くようになる、飢えと悲しみの悲惨さを神であるキリストは問いかけられるのです。もしラジオをお聞きの皆さんで、いつかは信仰を持とう、
いつかは洗礼を受けよう、そうお考えの方もおられるでしょう。しかし私たちはいつ人生を終えるかは誰にもわかりません。冷ややかにまだ大丈夫だなどと自分だけは笑っているわけにはいかないのです。このやがての決定的な不幸を前に、神はあなたには幸せに生きてほしいと願われています。この神を求める幸せに生きていっていただきたい、そのように心から願いお祈りをしています。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。新約聖書ルカ6章でイエス様は人生を生きる幸せについて語ってくださいました。イエス様は貧しい者は幸いとおっしゃいました。その人たちはやがて満ち足りる、やがて笑うようになる。ここにもやがてという言葉が出てきます。やがて終わりの日に受ける報いがある。終わりの日、私たちは本当の幸せとは罪が許され、確かに永遠の命をいただいて神と共に永遠の慰めの中を生きることではないかと知ることができます。そこでの満足を受け取ることができるのです。また私たちの幸せとは終わりの日のことだけではありません。貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものですと言われました。神の国とは神の支配のことです。イエス様のもたらされようとした神の支配の実現した社会のことです。イエス様はすでにそのお働きを始めてくださり、この地上にはすでに神の国が始まっています。この平地の説教が語られた平たい場所には病の人々がたくさんいました。なぜ自分なんだろうか、なぜ今なんだろうか、理不尽としか言いようのない出来事に絡め取られ涙するしかない、その人たちの涙を前にしてイエス様は彼らに触れてくださったのです。神様のぬくもりを伝えてくださったのです。そして神の国とは、そのようにすでにイエス様が始めてくださった神の支配を私たちが自分のものとして生きることです。もしイエス様だったら、自分のそばにいるこの病気の人の肩を抱いてくださったのではないか、その目の涙を拭うハンカチを渡してくださったのではないか、痛い場所に手を置いてさすってくださっただろう。貧しい者の幸いとは、この神の国の実現を生きていく幸せのことです。未だ神の国が実現していないこの世の中の現実に目を背けることなく、自分の心の平安だけを求めて生きるのでもなく、今自分ができる限りの愛を生かされているその場所で与えて生きるのです。その時貧しさは貧しさではない、その時悲しみは悲しみではない。神が共にいて触れてくださっている温かさがそこに生まれるのです。そこで永遠のやがてを見つめることができるならば、誰にも奪うことのできない幸せがあなたにも与えられていく。これが私たちの幸せです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。イエス様の言葉から人生の幸せを考える一週間を過ごしてきました。私は牧師になり、いわゆる経済的に豊かだという経験はしてきませんでした。私の趣味は料理なのですけれども、学生たちをたくさん家に招いてご飯を食べさせる趣味と実益を兼ねていました。ひき肉料理が得意です。どれだけ体育会系の学生が来ても数をこなせる。私の娘が4歳か5歳の時に実家に帰って両親がすき焼きをしてくれたことがあります。すると娘がそのすき焼きのお肉で、お父さんこのひき肉おいしいねと満面の笑みで言いました。ああ、この子にとって肉とはひき肉なんだな。孫を憐れんでいる母の顔を思い出します。またいつも安く回ってるお寿司屋さんに行きます。しかし子供たちが夜眠る前のお祈りで、今日は神様お寿司がたくさん食べられて感謝です、この家の子供でよかったですと祈ってくれる。
なんという幸せな時間でしょうか。また本当に妻には苦労をかけました。しかし妻は一度たりとも貧しいなどとは言いませんでした。おいしいね。お父さんが働いてくれるおかげだね。小さな幸せかもしれません。神様を信じて生きる者たちの幸せ。神を信じて生きる者たちだからこそ出る互いに掛け合う感謝の言葉。イエス様だったら何と言われるだろうか。互いに想像しながら生きるからこそ生まれていく愛。それはやはり誰が何と言おうとも、誰に何と言われようとも、確かに幸せなのです。イエス様に出会ったからこその幸せ。イエス様がいてくださるからこその幸せです。今日も私たちは幸せになりたいです。お金に満ち足りていても、得ることができない幸せを得たいと思います。大いなる力に助けられ、神の近くにいることで体感できる幸せに生きていきたいと思います。お祈りをし、賛美をし、大胆に泣いて、説教に応答するところで得られる幸せが、キリスト教会にはあります。これまでの人生で、神を神として求めることをしなかった私たちのカラカラに植え替えている自分の心に、教会で気がついていきたいと思います。そこで貧しく祈るのです。そこから本物の神を求める人生の幸せが始まります。私たちの心は教会で満たされるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。